パンアメリカン航空526便富士着水事故は、1952年4月11日、アメリカ合衆国の自治領プエルトリコ産不安からニューヨークに向かっていたパンアメリカン航空の旅客機が大西洋の沖合に不時着水した事故である。なお、パンアメリカン航空はこの事故のわずか18日後にも、ボーイング377による墜落事故を起こしている。 1952年4月11日正午過ぎ、米プエルトリコ島の首都サンフアンにあるアイルグランデ空港を、とある一機の旅客機が離陸。ニューヨークのアイドルはイルド空港へ向かう、パンアメリカン航空526便であった。この時に使用された機体はダグラス DC-4 が多機で、搭載されているのは、現在のようなジェットエンジンとは違い、レシプロエンジンであったが、それでも、 ダグラス製旅客機としては初の4発機であったため当時存在した航空機の中では航続距離などの面でも良好な旅客機の一つであった526便は午後0時11分に空港を飛び立ったが離陸の際に機体の第3エンジンの不具合が発生し使用不能となったパイロットははじめ直ちにアイルグランデ空港に引き返そうしたがさらに上昇して 高度550フィートに達すると、今度は第4エンジンまでもが不具合を起こしたため、機体は不安定となり、付近の沖合に不時着水せざるを得なくなった。しかし着水は成功せず、526便はそのまま海に墜落。機内には69人の乗員、乗客が搭乗していたが、乗客は52人が死亡。 しかしその他の乗客と乗員はいずれも救出されたため一命を取り留めた。墜落地点はアイルグランデ空港から北西におよそ 20km 離れた大西洋の海上である。実はこの事故が起こる前日、事故機の第三エンジンの中からアルミニウムの欠片が発見されていたことが判明。しかしその際、第三エンジンの整備におけるミスがあったため、 翌日の離陸時にエンジンは故障してしまったものと考えられた。そしてエンジントラブル発生時、パイロットは停止した第3、第4エンジン以外の第1、第2エンジンの出力に関しては上げておらず、操縦艦の操作のみで機体を上昇させようとしたため、機体は逆に失速してしまった。この2つの原因により、526便は墜落に至ったとみられる。 この事故においては、パイロットは、客室乗務員に緊急事態発生の事実を報告せず、客室では着水前に何も対処ができなかった。また、緊急事用の救命いかだはたった一箇所にしか常備されておらず、墜落までに間に合わなかった。よって、これらの事態が、あとに52人の犠牲者を出す引き金にもなってしまった。しかしこの事故を教訓に、旅客機においては、 離陸前に緊急時の訓練が行われ始めた。ABCDEFGHIJKLMN 自己詳細。富山友男ホームページ。富山友を2019年9月21日閲覧。ありがとうございます。